よし、とりあえず見た目の傷は治したぞ。まさか医療系まで習得してたとはな。本当、この1年で随分器用になったよな。冥界の時までは堅くなに氷しか使ってなかったのにな。まあ、それも愛の力ってわけだ。茶化すんじゃねえよ。恋愛なんてもん俺にはわからんが、そんなもんなのかね。それにしてもあの当時と呼ばれた男のハートを溶かしたのは一体どんな女かね。へへ、見たらびっくりするぜ。なんだそりゃ、気になるな。まあ、後から紹介してやるよ。そういえばキルケの方はどうなったんだろうな。ああ、さっきから探っているがあの魔女の気配が消えて他の気配が残っているからおそらく勝っただろう。そうか、なら一安心だな。本当、どうにかなるもんなんだな。たくよ、とんでもねえ野郎だったぜ。いや、ゴウキが来てくれなかったら勝てなかった、ありがとう。はは、当然だろ、俺が来て負けるなんてありえねえだろ。口だけは本当一人前だな、お前。ああ、なんなら今から6名王決定戦でできなかった決着つけるか。めんどくせえ。じゃんけんならいくらでも相手してやるよ。舐めてんのか。本当、またお前たちとこうして共に戦えてよかった。俺は今幻想郷に住んでるんだ。また今度同窓会でも。ノーノー。おうか、無事だったか。うん、カナメくんも無事で本当によかったよ。わあ、全身筋肉痛なんだからあまり抱きつかないでくれ。なるほど、こりゃ驚いた。こいつあの青いのに刺されるぞ。本当、死闘が終わったらすぐにイチャイチャしやがって。私もいるんだけど。カナメ、無事だったか。よかった、さすがに相手が相手だったからな、心配したぞ。カムイさんに年人からの言葉で頑張れたって言ってたよ。聞こえてたの。あれだけ叫んでたらねー。なんだ、お前好きな人いるのか。知りません、道影様がご無事でよかったです。待て、話をそらすな。え、ちょっと、待てよ。なんだなんだ、あっちもあっちで色気づいてるねー。でしょう、早くくっついちゃえばいいのにねー。お前、恋愛ごとに関しては性格悪いのな。なんで、友人の幸せは私の幸せだよ。まさかあの堅物女が道影に惚れるとはな。6名王選挙の時では考えられなかったわ。そういえば悪魔界の扉は閉じたのか。うん、しっかりと閉じたよ。しかもね、新たなことが分かったんだよ。新たなこと？幻想郷に着いたら教えるね。男か女か後で教えろよ、パパ。友人じゃねえよ。さて、それじゃあ船に戻ろう。頑張ってくれたパチュリーたちやトラちゃんも船に向かったよ。そうだな、ゴウキ、お前はどうする？俺はまだここでの仕事が残ってるからな。お前たちはさっさと元いた場所に帰りな。そうか、ならそうさせてもらうよ。それじゃあ俺たちは元いた場所に帰るよ。そうだな、カナメは幻想郷、道影は冥界、俺は地獄。全員互いに違う場所に帰ろう。さっきは言いそびれたが、幻想郷は冥界にも地獄にも繋がっているんだ。権利者に許可をもらえれば幻想郷への外出権は得られるらしい。俺も頑張る、それでまた3人で会えたなら。あの時できなかった、冥界攻略のお疲れ様会、おしようじゃないか。いいな、それ。じゃあカナメ、地獄の管理者からいい返事を聞ける日を楽しみにしてるよ。任せとけ、今回の困難も乗り越えたんだ、次の困難くらい乗り越えてやるよ。安心しろ、俺も6名王として動いてやる、何年後の話にはさせやしないさ。そりゃあ楽しみが増えたな。じゃあな、カナメ、道影。元気でな。頑張れよ。さあ、帰ろう。あ、はあ、やっと終わったわ。もう1ヶ月は部屋から出たくないわ。お疲れ様です。ねえ、大花ちゃん聞いてる。聞いてる聞いてる。今度ゆゆこさんに行ってダブルデートできるようにしておくから。そんな話いつしたのよ。あなた元気ねえ。さっきまで消滅しかけてたのに。そんな素振りを見せずに、頑張ったご褒美をもらいに行くなんて乙女だよねー。わざわざ道影くんの背後から行くなんてキュンキュンしちゃったよ。ああ、やっぱり私この子苦手だー。本当、元気ね。ねえ、パチュリー、他の必要の魔女たちはどうするの？結果的に悪魔界の扉を開けてしまった。その協力者として強い罰は与えられるわね。まあ、最悪今後一生現実世界には戻れると思わない方がいいわ。実質私と変わらないわね。最初は退屈だと思うけど、慣れたら居心地のいい場所よ、ここは。それに私はあの子たちの師匠として必要の魔法を教えるつもりだから、あの子たちも数十年は退屈しないわよ。それに桜花ちゃんも決めたのでしょう。うん、決めたよ。実際パチュリーに言われるまで全然実感なかったけどね。そういえばあの子はどうしたの？みんなと一緒にいたいんだって、少しでも緊張感をほぐせたらって言ってね。本当、優しい子ね。ちゃんと師匠に恵まれていれば幸せになれたでしょうに。これからは私たちが、今までより幸せにするんだよ。ふふ、心強いわね。
転送橋に到着したわね。それじゃあ降りましょう。本当にありがとうな、世話になった。ああ、また時間が空いた時に遊びに行くよ。カムイも連れて。それは私も楽しめるね。大岡ちゃん、まさかの胸回しを。恐ろしい子。少し見ない間にすごく仲良くなったのね。外との交流があるのはいいことだわ。煉獄もずっと船の修理大変だったろう。残念ながら白霊の巫女たちは当分は船から出られないでしょうね。七葉の子もだけど。七葉の子に関してはパチュリーに管理を任せてもらえるようにするから大丈夫。私のツテもあるからね。心強いな。最悪メディアさん呼べば全部通るだろうし。それじゃあ私たちは冥界に帰るわね。元気でね。また遊びに来いよ。ああ、お前らも元気で。また今度ね。いつでも冥界に遊びに来ていいからね。行ったな。うん、なんかすごく長く大変だったね。実際には全く時間は経ってないんだけどな。それくらいいろいろな出来事があった。それに俺の想像以上の収穫もあった。あいつらとまた集まるために頑張らないとな。かなめくん、もう一つ大事な話があるからそっちに行こう。そうだな。ねえ、あら、私たち今後どうなるです？ずっと牢屋とかに閉じ込められるなの。否定できないわね。短い人生だったな。さすがにね、大丈夫。とは言えないわね。私はパチュリー様の言葉を信じます。全員いるわね。あの人が必要の大魔女。あなたたちの処置が決まったわ。決まったのね。CCK か、それとも。怖いです。怖いなの。発表するわ。私の元で働き続けること。私は七葉の大魔女、あなたたちの面倒を私ともう一人が見ることで許可を得ることができたわ。ちなみに私の下はすでにいるから、あなたたちは私の元で七葉の魔法を身につけていけばいいわ。パチュリー様、約束を守ってくれたんですね。でも住居は幻想郷に移住してもらうわ。数年は現実世界に移動もできなくなるけど、それだけはどうしようもなかったわ。ごめんなさいね。いえ、私たちはそれでも大丈夫です。でも今度から私たちはどこに住めばいいの？私のところは神主がダメって言われたから無理ね。え、それじゃあ、そこでもう一人の登場よ。そのもう一人の申し出があったおかげで住む場所や現実世界にあった私物全部幻想郷に移動するように手配してくれたわ。え、誰か？それじゃあ挨拶して。私がみんなの生活管理。あと、七葉の魔女の新しいリーダーを務める七葉の魔女、道見習いの引き、大岡です。みんなよろしくね。本当に偶然だった。この子には七葉の素質、魔女の素質があったなんて。これが私の新しい可能性。どうなるかわからないけど頑張るよ。大岡ちゃん、パチュリー様、私たちに未来をくれてありがとう。まさかあなたが残るなんてね。キルケは消滅したの。ええ、キルケを失い、ダンテ様も失い、もう私は、己、恨めしい。私の幸せを根こそぎ持っていって。あなたには感謝しているわ。あなたの情報のおかげでダンテ様に少しでも会えたんですもの。本当は恩を売ってキルケを、もしくはカゲロウ情報で入手した悪魔界に落ちたもう一人の生き残り、ダンテのどちらかが欲しかったのだがな。この際、あなたでもいいわ。その恨み、使えそうだし。使える、まだ私は使えるの。ねえ、この恨み、晴らせるの。ええ、あなたの恨み、私が責任持って預かるわ。おいで、毒虫に。ええ、入るわ。あなたの名前は？私は毒虫、ナンバーワン、アリ。おいで、最後の毒虫、二つの顔を持つ者、天頭。私が新たな世界へ導いてあげる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。